横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ、この試合の模様をお送りいたします。ベイスターズの先発はエースの今永、対するスワローズの先発はエースの小川、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。左の今永、マウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは濱田、第9投げました、見送ってストライク、初球ストライクから第2球投げた、打ちました、ファウルボール。第3球を投げた、変化球、空振り三振、濱田全くタイミングが合いません。背番号1、第9ストレートはボール、第2球投げた、カットボール見送ってストライク、第3球を投げた、打った、左中間へ上がった、ヒット、山田ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチセーフ、第9インコース低めいっぱいストライク、1球目ストライクから第2球、2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、1つ外してボール、次は4球目投げました、アウトロー際どい球ボール、次は5球目投げました、カットボール見逃し三振。バッターは4番村上、村上背番号55。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ、第9、1球目ストレート空振り、第2球投げました、ボール、第3球を投げました、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます、投げました、打ちました、ショートの左、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー山田残塁に終わりました。ベイスターズ立ち上がりを無得点に抑えています。2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは内山、第9初球空振り、いきなり150キロ、第2球投げた、ストライク、これで追い込みました。追い込んで第3球を投げた、ストレートはボール、外角へ、第4球を投げた、ボール、第5球投げた、低めボール球打った、マーキーボールを取る、セカンドから一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番オスナ、背番号13、第9投げた、アウトコース低めストライク、タイミング合いません。初球空振りから投げました、引っ張った、ヒット、オスナいいバッティングを見せました。バッターは7番長岡、第9投げました、見送ってストライク、投球これから2球目、見送ってストライク、追い込んでから投げました、ボール、投げました、アウトコース低め、外れてボール、第5球投げました、151キロ直球、空振り三振。バッターは8番中村、背番号27、第9投げた、決まってストライク、まずは決めてきました、投球これから2球目、決まってストライク、さあ2ストライクと追い込んだ、投げた、高め、空振り三振。最後は伸びのあるストレート、今永ナイスピッチング。2回の表が終わって5対0です。スワローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー小川、第9投げた、1球目ストレート空振り、いきなり152キロ、1球目空振りから投げた、決まった、ストライク、これで追い込みました。投げた、ボール、さあ4球目三振、3者連続三振になりました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。打順は1番に帰って濱田、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています、投げました、ボール、第2球
投げました、打った、引っ張った、三塁線ライナー破った、ヒットになります。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、浜田ツーベースヒット。バッターは2番山田。第9球投げました、低めストライク、まずは入れてきました。2球目空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、ボール外へ。第4球を投げました、打った、三遊間のゴロ、サードから一塁送球、宮崎華麗にさばいてツーアウト。さあバッテリー、ここは踏ん張りどころ。第1球投げた、ストレートはボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球は空振り、追い込んでいます。第4球を投げた、見逃し三振。3回の表が終わって5対0ベイスターズ、5点リードは変わりません。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは村上、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投げた、外角低めいっぱい、ストライク。第2球投げた、打ちました、ファール。投球は3球目投げました、ストレートはボール、インローへ。第4球を投げました、アウトロー際どい球、ボール。次は5球目、151キロ直球、空振り三振、2者連続三振になりました。第1球投げました、初球見送ってストライク、まずは決めてきました。投げました、空振り。第3球を投げました、打ちました、強打、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第1球投げた、ストライク、いきなり150キロ。第2球投げた、内角低め見送ってストライク、これで追い込みました。投げた、ボール。第4球を投げた、インコース、空振り三振。今永、最後はスイングアウトの三振で仕留めました。4回の表が終わって5対0です。5回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは長岡、今日の第一打席はスイングアウト。第2球投げた、打ちました、打球はレフトの左へ、ヒット。長岡ナイスバッティングです。バッターは8番中村、第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、打ったいい当たりだ、ライナー、レフト前クリーンヒット。中継、中村いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。投げました、ストライク。初球空振りからアウトコース低めいっぱい、ストライク、これで追い込みました。投げました、外れた、ボール。投球これから4球目、チェンジアップ、見逃し三振。先ほどツーベースを放っている浜田、第1球投げました、初球空振り。第2球投げました、打った、ライト前進、ランナーそれぞれ一塁二塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。セカンド山田。第1球投げた、直球ストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、ボール。ベイスターズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。決まった、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます、ボール。投球これから5球目、チェンジアップ、空振り三振、アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました。5回の表が終わって5対0ベイスターズ、依然5点リードしています。ゲームは後半に入ります。先頭バッターはサンタナ、ここまで2三振といいところがありません。第2球投げた、カットボール見送ってストライク、これで追い込みました。投げた、外角、空振り三振。今永、見事なピッチングです。左バッターボックスは4番村上、今日はショートゴロと三振、直球ストライク、アウトローへ。少し迷ったか。第2球投げた、変化球ストライク、アウトローへ。第3球を
投げました。インコース低め、見逃し三振。今永ナイスピッチング。バッターは5番内山、今日はセカンドゴロとショートライナー。投げました、外角低め、ストレートは外れてボール。投げました、空振り、タイミング合いません。投げました、スローカーブ決まってストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ボール。第5球投げた、147キロ直球、空振り三振、4連続三振。リプレイをご覧ください。今永見事スワローズ打線を抑え切りました。6回の表が終わって5対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターはオスナ。第1球アウトロー際どい球、ボール。第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、3球目空振り。さあ4球目ストレートはボール。次が5球目投げた、低めボール。第6球は膝元へズバッと決まって見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。バッターは7番長岡。第1球投げた、ストライク。第2球投げました、見送ってストライク、これで追い込みました。第3球は打ちました、これはファースト正面外、自分でベースを踏んでアウト、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは8番中村。第1球投げました、ストライク。第2球投げました、見送ってボール。投球はこれから3球目、直球空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、インハイ際どい球、ボール。第5球投げました、変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。今永最後は空振り三振で打ち取りました。7回の表が終わって6対0です。スワローズ追う展開で迎える8回です。バッターは川端。第1球投げた、直球見送ってストライク。初球ストライクから第2球投げた、打ちました、よく取った、一塁送球セーフ、一塁はセーフ、記録はヒット。打順はトップに帰って浜田、今日はここまで3打数1安打1三振、カットボールはボール。まずアウトコース低め、投げた、ストライク。第3球を投げた、ボール。インコース低め。第4球を投げた、4球目空振り。第5球投げました、外角低め、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球投げました、ボール。第2球投げました、打った、ボテボテの当たりはファーストゴロ、二塁フォースアウト、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは3番サンタナ、ここまで3打席連続三振。投げました、初球はストライク、まずは決めてきました。投げました、見送ってストライク、これで追い込みました。空振り三振、バッターアウト、最後は伸びのあるストレート。8回の表が終わって6対0ベイスターズ、6点リードは変わりません。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは村上、ここまで2打席連続三振。第1球投げた、ストレートはストライク。第2球投げた、アウトコース低め空振り、これで追い込みました。投球はこれから3球目、会心の当たり、あっと取れない、打ったバッター一気に2塁へ向かう、村上ツーベースヒットを放ちました。さあここは守りどころです。第1球投げた、ストレート見送ってストライク。投球これから2球目、スローカーブ見送ってストライク。第3球を投げた、外、空振り三振、最後は104、ベイスターズ完勝です。試合終了でございます。ご覧のように本日の試合は横浜 DeNA ベイスターズの勝ちでございます。勝利投手今永、
さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。